果汁のジャム屋さん第8回の収録を始めます。音声大丈夫でしょうか？音量大丈夫でしょうか？それでは始めます。ちょっと噛んだ。この番組は果汁ジャムの製造でお送りします。皆さんこんにちは。果汁ジャム改め果汁です。果汁のジャム屋さんという雑談放送第8回の放送が始まりました。皆さんお元気でしょうか？収録日2023年3月3日曜日は金曜日ですね。ってことはあの人たちの雑談が上がる日だ。今日はひな祭りです。ひなあられは食べてないです。で、身の回りにひな祭りをお祝いできる親戚が一人いるな。今日はまだ連絡してないですが、おめでとうございます。ひな祭り、ちょっと春を先取りした感じで、なんかポカポカと私は過ごさせていただいております。なんか心なしか心があったかいです。本日はですね、この雑談第8回、なんとメモ、その雑談を喋るためにあらかじめメモにいろいろ記事を起こして、こういうこと喋ろうっていうのをあらかじめ決めているのですが、今回メモした内容がなんと12ページに上る量の多さでして、おそらく2時間ちゃいはないかも。長さあんまりうだうだしてると長そうだから、そうですね、ちゃっちゃか話が進むかもしれないですが、おそらくチャプターも作ると思うので、なんか自分が話を聞きやすいように音量なり話の内容なりを調節してくださると助かります。そして今日紹介する音楽、ゲームの BGM は3曲を予定しておりますので、お楽しみにしていてください。ちゃんと編集できればね。まず最初にちょっと暗い話というか怖い話をしますが、これは2月25日の話ですね。今年初めてでしょうか。22時頃、北海道の方で最大震度が5弱の強めの地震が起きましたね。その揺れが大きかった地域、ちょっと揺れた地域にお住まいの方、大丈夫でしたでしょうか。震度5弱でも油断ならないということは、私が去年、承知していますので、こう心配するんですよね。怖いもん。震度5弱でもただならぬ恐怖を感じるもん。で、今私が言いました皆さん大丈夫でしたかという言葉がありますが、実際は何もなければこの雑談聞いてますよね。で、この雑談聞いているなら無事だということがおのずとわかるはずなんですよ。もし本当に何かあったなら、動画視聴どころかメッセージすら打てない状況かもしれないし。で、この地震の話をちょっとひねって、私この安否確認の話題になりますが、この安否確認に関してちょっと微妙な心持ちでいるんですよね。それをメモしてるので今から読みますね。例えば相手方、自分が別の地域に住んでいて、相手も別の地域に住んでいる。で、相手のところで地震とか台風とかの災害の被害が出たかもしれないって予想ができるときに、LINE とか電話とかメールとかで変に、なんか大丈夫だったって送っていいものかなーって、ちょっと考えてみたんですよね。というのも、これは参考にしちゃいけないと思うんだけど、ネット、インターネットの情報、主に SNS ですね。人が簡単にいろんな愚痴も文句も言えるネット上の SNS で、安否確認のメッセージが送られてくると鬱陶しく感じるっていう意見を目にしてから、ずっとその安否確認はしない方がいいのかもっていう考え方でいたんですよね。本当だろうかと思って、ちょっと悩んでいたのですが、こういう時って立場を逆にして考えてみると意外と解決したりするものかなと思って、立場を逆にしたものをメモしてあります。
といえば、私が実際に地震とか台風とかで被害に遭って被災して、そしてその被災した時に家族や友達からこうなんとか持っていたスマホで大丈夫かっつって、そっちの方は被害はないかとかって送られてきた時に、果たしてどういう気持ちかって想像してみたら、まあ別に迷惑ではないよなと。むしろ声かけしてくれた、連絡してくれた相手方は大丈夫だったんだっていう感じで、なんかホッとするんですよね。こう心もとない時のコミュニケーションってホッとするんですよね。温かい紅茶のように。だからまあ気にしてはいたけれど、どうやらこのネットの意見、安否確認のメッセージが送られてくると鬱陶しいなんて意見は私に当てはまりませんでした。だから気にしなくて大丈夫だね。この雑談を聞いてる私、大丈夫ですよ。もし相手方が被災してしまった場合は、心がけて声かけしていきましょう。きっと相手の方も安心するかどうかはわからないけど、どうかな。自分が安心するとはいえ、相手に連絡取ったら相手が鬱陶しいか、相手が鬱陶しく感じるか安心するかどうかは相手次第なんだよね。微妙な心持ちだな。でもまあ心配だっていうことをちゃんと相手に伝えたいな。そうしていきますね。よし、話題一つ終わったので赤ペンでチェックして話したと。で、今日話題が多くて、いいことなんだけどね、話題が多くてもう話の順序を決めるのが大変だったから、もうメモした順番でちょっとずつ話していきますね。ではこの1ページ目の一番最初に書いてあるものから紹介させていただきます。こちらは雑談第7回の裏話に関して話をしますね。この雑談第7回は登録者数100人の突破を記念した雑談放送で、特別スタジオかどうかわからないけど、なんか自宅にいつつちょっと特別感を出すように、いつもこうサウンドオンリーでなってるところを、いつもとは違うゲームの画面とゲームの音楽を流しながら雑談を流してみたという、ちょっと試し雑談放送だったのですが、まあ、このことに関しては事前から企画をしていて、こうしたら特別感出るんじゃないかっていうのを企画して、あらかじめあのスタジオを、設営しておきました。楽しめていただけたでしょうか。ただですね、この雑談第7回収録しなくちゃって思ってるけど、なかなか収録する機会がなくて、で話題を集めたり機会を伺ったりしているうちに日付がどんどん経っていって、そのうちあの YouTube 活動1周年記念である2月22日がやってきてしまったんですよね。訂正します。確か雑談第7回の主な話の、いや雑談第7回のテーマは YouTube 活動1周年記念でしたね。で裏では登録者数100人突破記念も兼ねてお話ししているのですが、同時にするにはちょっともったいない。どっちもおめでたいことだもん。1周年っていうのも100人突破っていうのも結構ボーダーラインを超えた感じありますよね。ここまで続けてこられたっていうのは、この感謝の気持ちを別々に、あの100人突破したのをありがとう、 YouTube 活動1周年続けてこられたありがとうっていうのは別々に話をしたかったんですよね。でもそれを兼ねて話さざるを得なくなってしまったのがちょっともったいなかったなと思ってます。この同時にお祝いをして雑談の収録をしたいっていう気持ちで、あのパート7は、じゃあパート7、雑談の第7回は放送したのですが、サムネイルに2つ、登録者数100人記念
と YouTube 活動1周年記念っていうのを書くと文字がちっちゃくなってややこしいんじゃないかなって思って、だからとりあえずは日付的にどちらかといえば優先させたかったあの活動1周年の方を、サムネイルに載せさせていただきました。まあ雑談の方ではなんだかんだ登録者数100人記念の方と活動1周年の方両方取り上げていたから大丈夫かな。そしてまたここからちょっと話をひねりますが、今この放送している雑談第8回の時点で登録者さんの数が、多分減ってなければ164人を突破したんですよね。登録してくださった皆さんありがとうございます。あれからめっちゃ増えた、ありがたい、いろんな人に見てもらってるな。ただですね、登録者さんが増えてちょっと本当申し訳ないんだけど困った、個人的に困ったところがあって、その先ほど話した雑談第7回のサムネイル、登録者数100人記念のサムネイルはあらかじめこういうサムネイルにしようっていうのを計画していて、計画が決まっていたからペンタブでお絵描きをしておりました。そのちょっと動作の思いながらもわりかしスラスラ描けるペンタブレットで描いておりまして、それがこの第8回のサムネイル、雑談のサムネイルになっていると思うのですが、コインがコインって出て、そこに100ってデジタル文字で出て、それで100人記念ってかこつけたかったのに、64人も増えてくれたから、どう表示しようと思って。コインを取った時のスコアが164スコアなわけないから、おそらくですが100プラス64になってると思います。なんか見づらい表記方法ですいません。ちょっと企画倒れって感じであちゃーってなったんですよね。とはいえだからって登録者さんとりあえず100人なってくれっていうわけでもないので、こちらの都合です。皆さんすいませんでした。登録してくださってありがとうございました。これからも果汁ジャム、のんびりジャムっていきますので、よろしくお願いします。なんだろう、ジャムってるって。どうします?喉はまだ少し大丈夫だから。あ、でもさ、夏場とかの水分補給で大事なのは、喉がカラカラに乾く前に水分を取っておきましょうって言われるよね。ってことは飲まなくちゃ。本日の飲み物を紹介します。コップに入れております。本日の飲み物は再び、キリンさんのレモンティー、午後の紅茶ですね。いただきます。甘い、うまい、大好き。それでは次がですね、どれにしよっかな。これだ。これは前回の雑談放送からの前回の雑談放送から今回の期間にあった出来事。夕食の話ですね。夕ご飯の話。夕食に牛肉の細切れありますよね。ちょっとお肉の中ではお高めのあの牛肉ですよ。の細切れだけをフライパンで焼いた、もうシンプルな料理と言っていいのかわからない肉料理。もう炒めたもの。牛肉炒め。特に野菜とかも入れずにね。それだけをお皿に盛り、白飯、傍らに焼肉のタレをつけて食べたんですがね、これがシンプルがゆえのなんか美味しさというか、なんかこれご飯進むぞと思って、簡単でかつこんなに美味しいってすごいことなんじゃないかっていう発見をしました。
野菜とかがあれこれ入ってるよりも、その牛肉の旨み甘みをシンプルに味わうことができて、こうお肉だけ口に入れた時のあのじゅわーっと広がる肉汁と旨みと甘み、これがたまらなかったです。調理法がシンプルで、フライパンでささっと焼いてお皿に盛って、でも白を一緒に食べる白飯準備したなら完成ですよ。これぞなんちゃって焼肉の完成です。だからお肉だけにとどまらずに、野菜だけとか、なんか魚介類だけ、例えばホタテとかお魚、魚介類かサザエとかもいいんじゃないかな、とかをなんかその単品だけを焼いて食べたりすると、まあ調理が簡単っていうのが一番だけど、その素材の味ってやつありますよね。そいつを楽しめる食事ができるかもしれないです。だから複雑な料理嫌だなとか、今日はお料理あまり思い浮かばないなっていう時は、あえてそういうシンプルなちょっと火を通して食べられる状態にしたものを出すだけでも私は嬉しいかな。そもそもお料理してもらうこと自体がめっちゃ嬉しいしな、ということがあったんですよ。お料理革命です。変に難しくする義務はないんです。食べられればいいっていうのは一番だけど、美味しいっていうこの気持ちがお料理のモチベーション、お料理やるぞっていう気持ちを一番高めてくれるから、難しい料理に挑戦するときってやっぱ食べたいっていう気持ちが強い的ですよね。そういう気持ちが湧かないうちは、その気持ち英気を養うためにとりあえずなんかそれだけでも美味しいと言えるものを食べるのもいいかもしれないですね。あ、喉乾いた。いただきます。続きまして、こちらは私の親族、親戚か、私の親戚のはとこ、いとこの子供さんって言えばわかるのかな、いとこの子供さんをはとこって言うのかな、どうでしょうか、そこのとこわからないですけど、そのはとこさんの、はとこさんたちのかしこの話します。そのはとこっていうのが私の父の姉の子供の子供って言って、たどれますか皆さん、その家系図を。私こうやって言われて家系図を戻ったり行ったり来たりしてたどるのめっちゃ苦手です。でこの私の父の姉の子供の子供にあたる子が2人いまして、その子供さんと親御さん、その子供さんの親、お父さんの方なんですけど、に先日、近所のお店でばったり会いました。で会ったって気づいたのはあっちの方で、私は基本こう人がいるなとしか思わないというか、人の顔を見た時に、あ知り合いだ、あの人誰々さんじゃないって感じでおーいってするのが苦手なんですよ。ゆえにいつも声かけてもらってばっかりです。でその親御さんの方から私に挨拶をしてきて、そのタイミングで、親御さんと子供さんたちがいるって、そのお店に来てるっていうことに気がついたんですよね。ちょっとあっと思って、で私もすかさず、どうもってペコッと会釈をしたんですけど、このままじゃわからないだろうかなと思って、マスクを取って親御さんと子供に口元まで見せたんですよね。親戚会の方ではいつもマスクを取って話してるっていうのは事実なんですが、今思うとこのご時世ちょっとそれまずいかもな。今んとこ何もなってないけど気をつけなくちゃ。でその子供さん2人と親御さんに顔を見せる。で特に子供さんがやっぱ顔覚えてる、名前とかその服も変わってるだろうし、知らない人かもって思うかもしれないだろうから、いつも親戚会で見せてる顔を認識させるために
マスク取って口元も見せて挨拶をしたんですよね。したら、その、子供さん二人の弟さんとお姉さんがいるのですが、子供の、ん?違う、その兄弟か。兄弟で弟さんの方が手を振り返して来てくれて、またねーって言ってくれました。ニヤーっとしちゃったな。なんか、けなげで可愛いし、偉いよね。ちゃんと挨拶してるし。その一方で、お姉さんの方、姉。その兄弟の姉の方が、こちらをじーっと見たまま、黙って、その、親御さんの方についていったんですよね。テクテクって。まあ、いきなりやばったり、なんか、知ってる人とはいえ、ちょっと構えてもないところに、人がバッて出会ったら、こういう反応になるよね。私も、この、おう、こんにちは、とか、誰々さんとかって言うよりかは、こうやって、知ってる人に出会った時に、ちょっと硬直するタイプかもしれない。だから、私も、このお姉さんよりかもしれない。ただ一つ違和感を覚えたっていうのが、そのお姉さんの方の固まったっていう反応ですね。というのも、その新年会とかの親戚の集まりの時には、そのお姉さんはわざわざ私のところに来て挨拶もしてくれたし、なんならその食事とか始まる前に手を引っ張って、あざわーっつって、そのよお姉さん特有の遊びに付き合わされるんですよね。可愛いけれど、その遊びがまあオリジナルルール、子供さん特有のオリジナルルールで、もう振り回されてばっかりだったんですが、その様子と打って変わって、公の場では割とシャイなのかなーってふと思いましたね。だから、ここは安心できる場所だぞっていうところで見せる顔と、ここはちょっと知らない人いっぱいいるなっていうところで見せる顔って違うのかな、このお姉さんは。まあ、誰しもそういうとこって一つ二つあるよね。うんうん。いいじゃない。そしてですね。あ、その先ほどのオリジナルルールについてちょっとメモをしてありますね。そのオリジナルルールっていうのが、いわゆる子供特有のルールで、例えば鬼ごっこでタッチされそうになった時に間際で手をクロスさせてタイムっていうやつ、あれずるい。本当理不尽。あれ、絶対無敵になる理不尽バリア。おそらくその原因としては、負けを認めたくないから、それゆえのバリアを張ると思うんですけど、それやったらさ、私だってやっぱ負けたくないじゃない。鬼になりたくないから、純粋さをあらわにして負けたくないバリアを張るんですけど、それはそれで相手が、ずるーとかって言うんですよ。どっちや、ずるいのどっちだって言い返したいぐらい。まあそんな感じで遊んでおりました。楽しいわ、そうやって言えるうちね。いずれはそれがずるだと認識して、むしろなんかしれっとした態度になってしまうのは嫌だよね。そうならないように、大人になっても、おじいちゃんおばあちゃんになっても、そういうやんちゃ心っていうのはあえて忘れない方が人生楽しいかもしんないな。ちょっとここで飲み物。あと喋ってると鼻が詰まってくるな。そしてもう一つ、このご兄弟さんの弟さんの方で嬉しかった出来事があったんですよね。これは後日談になるのですが、でこの後日談はお店でばったり会った、先ほどの話のしばらく日にちが経った後のお話なんですが、まあ新年会で会ったのが前回で、お店でばったり会ったのを今回とすると、私はこの前回と今回との間で大きな変化をしたんですよね。
パッと見でわかる、マスクをしていてもわかると思うんですが、雑談を聞いてくださっている方ならわかります、わかると思います。断髪、要は髪をバッサリ切ったんですよね。以前私は髪割とロングヘアと呼ばれるぐらいの髪の長さだったんですけど、後ろで結べるくらいあったんですが、今回の方は後ろ髪さっぱりで、まあ割と残すところは残してるけど、切ってるところは切ってる、後ろ髪さっぱり爽やかかどうかわからないけど、ショートヘアと言えるかどうかわからないから、ここはセミ、ミンミンセミショートヘアとして名付けておきましょうか。で、この弟さんの方が私のこの髪の変化を覚えていてくれたんですよ。嬉しいかな、嬉しいか、メモには嬉しいって書いて、その気持ちがほやほやなうちにメモしたので、嬉しいって書いてるけど、そこんとこちょっと私複雑なんですよね。まあ、ちょっとそれは、もう少し先で話しますね。で、この髪の変化を覚えていてくれていて、嬉しいっていう話ですね。そのことは、また別の機会で、そのご兄弟さんに会うことがあった私の母から報告を受けて、じんわりと嬉しくなったんですよね。まあ気づくというか、長かった髪がバッサリ切られてたら、どんな人でも私を 4、5回ぐらい見た人なら割とこう記憶に残って気づきやすいかもしれないけど、現に私がいつもお世話になってるあの人この人から、みんなから髪切ったって軽く言われるんですよね。まあ、気づくか。そうかな。私、その人の変化ってあんまり気づきにくいというか、あんまり人ジロジロ見ないから、だってジロジロ見るとなんか怖いから、人の変化に気づきにくいんですよね。そこはちょっとどうかと思うんだけどな。ですね。先ほどの話に返しますが、私がこの自分の髪を切ったことが果たして自分にとっていい変化だったのかどうかっていうのは、この議論点なんですよね。それをメモしてるので、つらつら読んでいこうと思います。私自身がこの以前の前回の髪型だったロングヘア大好きなんですよ。フリフリっとして髪が遊ばせる髪があるじゃないですか。で、その自分の髪が長いのも、相手の髪が長いのも好きなんですよ。しかし今回思い切って断髪したところ、頭がまあ後ろの方に引っ張られる髪がズーンとあったのがバッサリなくなって、そりゃあスッキリしましたよね。さらに断髪してから、髪を切ってからしばらく時間が経過しても、ちょっと予想していた、切らなきゃよかったなとか、髪長いままがよかったな、切っちゃったなっていう後悔がない、後悔の気持ちに苛まれることがなくて、むしろ切ってよかったわとか、あ、そっか、以前髪長かったんだって、ちょっと髪が長かった頃を思い出してしみじみとしちゃうぐらいには、私は実は断髪、髪を切ってよかったらしいな。今の自分をなんか他人のように見てますが、変なんだよ。だって髪長いの好きだもん。好きなのに髪切ってよかったなんて変かな。変なのか。まあな。でもロングヘアが好きっていう気持ちと、自分自身のそのなりたいってか、なっておきたい髪型っていうのは、別に違ってても何ら問題はないんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、つまりロングヘアが好きだからって自分自身がロングヘアになる必要はないってこと。無理してね。だからショートヘアの人がみんなショートヘア好きっていうわけでもないし、ロングヘアの人が実はショートヘア好きって言っちゃう場合もあるってこと。見た目じゃ判別できないんですよ。一口。
で、今回、この私自身がロングヘアになって、いろいろなこう、ロングヘアがゆえの、ロングヘアなりの楽しみや苦しみを経験したことで、ロングヘアの人、髪が長い人に対する考え方が変わったし、髪の毛の日頃の管理、髪洗ったり伸ばしたり乾かしたりするのの大変さを学びました。で、これに関して、この髪の毛の大変さに関しては、雑談の第4回の方でも話していたらしいんですが、まあ、ここで改めてメモしてあるので、つらつら読んでいきますね。いくつか要点をまとめてます。まず一つ、髪の毛結ぶと結構痛い。意外と痛い。これに関しては、だって街歩けばあの、割と髪長い人いるじゃないですか。その人たちみんな平然と結んでるもんだから、てっきり結んでも、結んだよぐらいの、なんてことない、おしゃれなのかなと思ってたんだけど、そんなことなくて、ピーンって引っ張るんですよ、一部分が。それが痛くて、だからってちょっと、戻そうと緩めると、その緩めた部分に絡まってる髪の毛がほどけて、ゴムの部分から取れて、それが目の前にちらついて、ややこしいわで、風でなびくわ、目の前にやってくるわ、鼻に入ってくる、口に入ってくるで、もう大変なんですよ。二つ目。服の中とか、カバンのベルト、フード着ていたら、フードの服の後ろの部分とかに、髪がピンと挟まることがあって、それが引っ張られて痛い。これをお出かけ中によくあるな。お家にいる分には特に何も問題ないんだけど、それが勝手悪いというか、ちょっと、って、鬱陶しいなって思うことはありますね。三つ目、髪の毛がある程度長くならないと、髪の毛まともに結べないというか、髪が四方八方にぴょんぴょん、やっぱ、いつもの髪に戻ろうとして癖をつけて跳ねるんですよ。それがもう、めちゃめちゃ鬱陶しいんですね。なんか、綺麗にまとまらず、綺麗にまとめて結ぶことができずに、もやもやってする期間が長く続きましたね。髪を伸ばし始めの2年間も、まだ跳ねる毛はあったかな。2年伸ばしたら、1ヶ月で1センチって、散髪の人言ってたから、24センチ伸びますが、甘い。まだ短い。短い髪の毛ある。てか、こう髪の毛をすすいて本数少なくしていたら、この中途半端に生えた髪の毛っていうのはやっぱ数本出てくるから、どうしてもぴょんぴょん跳ねる髪ってあるんだよね。そのぴょんぴょん跳ねるのは、髪長くする上で想定外だから、できればまとまってほしいけどなーっていう気持ちはあったんですよね。苦労したなー。で、何よりこれが一番だな。お風呂がめんどくさくなってしまうっていうのが、自分の体に悪影響を及ぼしてしまったっていうこと。まあ、これは髪に関係ないというか、人の性格とか生活習慣によるだろうけど、もうお風呂での髪の毛の管理が大変というか、もう面倒でしょうがなかったんですよ。それゆえに早く切りたかったのかどうかって疑っちゃうくらいです。どういうことがあったのかっていうのをメモしてるので、それも紹介させていただきます。まず、シャンプーやコンディショナーですね。これは、髪が長い時は髪が短い時の5倍くらいの量をシャコシャコして、ワシャワシャして、シャワーで流すっていう必要があった、体感的に。で、その洗い流すのに結構長い時間、割と熱々のシャワーをかけてあげないと、こう、髪の毛の奥に絡まった泡がなかなか落ちないし、で、入浴するとき、湯船に入るときは、湯船に髪が浸からないように髪の毛を頭の上にまとめておかないと、やっぱ、髪の毛の先端に、お湯が使って、お湯がちょっと、汚れちゃうことはないかもしれないけど、髪の毛が、熱いお湯でちょっと傷んじゃうっていうのもあるし、あとはさっぱりしたお風呂上がりに待っている一作業がもう面倒。髪の乾燥ですね。要はドライヤー。まず手始めに髪を
ドライヤーする前に髪をタオルで拭くじゃないですか、ワシャワシャと。その時点でタオル 2,3 枚は使いました。髪の毛伸ばし歴2年ですらタオル 2,3 枚だから、もっと髪の毛伸ばしてる人はタオル 4,5,6 枚ぐらい髪の毛乾燥で使うんじゃないかな。で、たくさんタオルで拭いても髪の根元奥深くは全然水分が取れないんですよ。こう取れない、タオルで吸収できない水分が残るわけですね。で、そこからドライヤーとなれば少なくとも10分間はそのまんべんなく温風を当て続けないと根元までしっかり乾かないし、当て続けても乾かない部分もある。で、そのドライヤーを当てている間は腕をずーっとこう、要はセクシーポーズみたいな感じで腕をずーっと上に上げているわけだから、その腕の血が上ってしまうのかどうかわからないですが、ちょっとずつ疲れてくるんですよね。ふーって感じで、ドライヤーかな、これかな。だから、どこかの壁にドライヤーを引っ掛けて、こう自分自身がぐるぐる回って髪の毛を乾燥させるっていうシステムを作れば幾分かも楽だったかもしんないな。鼻詰まってきた。鼻詰まってるけど、まだまだこの話続くからちょっと続けますね。で、そのお風呂上がりで一苦労をすれば、お風呂上がりで一苦労するじゃないですか、髪の乾燥ですね。で、一苦労するとのお風呂上がりでリラックスした状態、ほーってあったかかった、リラックスできたっていう状態に、ストレスのドライヤー髪乾燥疲れたっていうのが少しプラスされちゃうんですよね。で、その髪の毛長いのを乾かす習慣がもうすでについている人とか、ドライヤーをかけること自体を楽しめちゃう人、羨ましいけど、そういう人なら、まあお風呂とかはストレスにならずに素敵な時間を過ごせそうですけど、私もそれ羨ましくて目指したけどダメだったな。なんか髪の毛伸ばしてその経験をしたけど悔しいな。チャレンジしたけどできなかった。ここまで長々と私がロングヘアを経験していろいろ苦労したっていうことを語ってきました。だから髪が長い人ってこう街中でチラチラ見るけれど、チラチラとかあちらこちらにいるけれど、実は裏でこういうこんな努力をしていたんだっていうのを身をもって知りました。これは大事な経験だよね。この経験を身をもってするっていうことだったら髪の毛伸ばしてよかったなって思ってます。だから無駄じゃないよね。無駄じゃなかったってこと。 2,3 年かけて大事な経験したな。頑張ったな。ねぎらおう。では一杯いただきます。鼻が詰まってきた。まだこの話続きがありました。私ロングヘアをしたで苦労した、頑張った、で先ほどその頑張ってよかったなっていうことを伝えましたよね。でメモしてるのが、まあその頑張ったっていうところ、その一方で苦労した一方で髪を長くしたことでよかったっていうところもメモしてます。いいとこ見つけたんだ。それをここで取り上げてみたいと思います。まず、先ほど言った通り、ロングヘアの人が日頃どれほどヘアケア、髪の毛のいろんなお手入れを頑張ってるのかっていうのを身をもって知ることができた。これは雑談の第4回でも、私が身に染みて伝えてますね。2つ目が、自分自身のショートヘア、自分自身の短い髪があまり好きじゃなかった私にとって、そうだね、長い髪の毛はおしゃれ度アップのアクセサリーだったな。
だからもう常におしゃれだった気持ちでいました。そして三つ目が、これは意外だったんですが、寝癖。こう、寝て起きた時に使うあの癖が、さほど気にならなくなったっていうことがあったんですよね。まあ、寝癖がつかないといえば嘘になりますが、要するに、髪を結んでごまかしちゃうんですよ。いつもお出かけするときはキュッて後ろの方で結ぶから。あ、でも、毛先とかアホ毛は時々出てそこはごまかせないから、ロングヘアの人もやっぱ注意しておかなくちゃいけないですね。で、四つ目が、まあ個人的にこれは嬉しかっただけなんですけど、時々なんか女性みたいって言われることが、個人的には嬉しかったですね。まあ、私自身のその理想像が男性寄りの女性っていうところがあって、それゆえに嬉しかったのかもしれないな。はあ、まあね、ここまで話したように髪の毛のことに関わらず物事って悪いところばっかりじゃないんですよね。とはいえ、いいところばっかりでもないんですよね。で、その、いいところと悪いところ、両方理解した上で、その、いいところの方をたくさん経験してさ、楽しめて、で、自分らしく継続していけるっていうのが、いいよね。それができたら理想だよね。で、今回私はこのロングヘアに対して、まあ悪いところっていうのを多く経験したのかもしれない。もっといいところあったのかもな。だからそれゆえに髪を切る決断ができてしまったのかもしれないですね。後悔してないからそういうことなのかも。次髪の毛長くする機会があったら、前回の髪長い時よりかは割と伸ばすっていうことはこういうことだぞっていう覚悟はできるかもしれない。成長はしたが次伸ばせるかどうかわかんないな。よし、結構話したんじゃないでしょうか。次の話題があるんですが、この話題に行く前にここらで曲紹介のコーナーの名前言いたいな。まあ単純に曲紹介のコーナーの方に移りたいと思います。この曲紹介というのは、曲紹介のコーナーは私が裏で選び抜いた私が好きな音楽をこの場で紹介させてもらうというコーナーです。で、その音楽に関しては、著作権に差し障りのない範囲で選び抜いたものであるので、主にゲームの BGM、許可させてもらってるんですよね。無断ですが、なんか皆さんが楽しんでくれるなら、私たちは特になんか際どいものに利用しない限りは微笑ましく見守りますよっていう承諾を実はさせてもらってるんですよね、裏で。承諾を得た上で、この場で紹介させてもらいます。で、もしそれはちょっとどうなのかなっていう意見とかがあった時には、お便り箱の方に、そのご意見をお寄せください。この動画をちょっと編集してうまいこと なかったことにするかもしれないので、その場合は連絡の方をお願いします。とりあえず試みでやってるので、やっていきますね。説明はこれくらいにしといて、まず1曲目に紹介しますのが、最近発売されましたね、星のカービィ Wii デラックスで、この星のカービィ Wii デラックスは、まあ名前の通り星のカービィ Wii がデラックス版になって帰ってきたというか、リマスターっていうのかな、リメイクではない、リマスターリメイクかな、星のカービィ Wii のリメイク版なのですが、まあ私がこの曲
紹介で紹介するときには、星のカービィ Wii の方を、名前を統一させてもらいます。デラックス版で新しく発売というかリリースされた音楽は入ってないので、その点はご了承ください。では、1曲目に紹介しますのが、2011年に Wii で発売されました、星のカービィ Wii より冒険の始まり。聞いていただきましたのは、星のカービィ Wii より冒険の始まりでした。この曲は星のカービィ Wii の1の1で流れる曲なのですが、なんかそのタイトルに恥じない冒険の始まり感ありますよね。あとどことなく春っぽいっていう感じでこの曲をチョイスしました。では曲紹介のコーナーでした。曲聴いたな。冒険の始まりって曲ですが、実のところ私、星のカービィ Wii まだプレイしたことないんですよね。プレイを見たことはあるんですよ。某実況者さんたちというか、ここも伏せていった方がいいのかな。ちょっと口に手を押さえながら言いますが、ウーフーさんと、クワハッさんと、ムクープさんと、キオさんの4人が、グループとなって実況してるあのシリーズですよ。その界隈では、フーログビって呼ばれてる、まあ、グループとして親しまれているんですが、あの人たちの実況で星のカービィ Wii を初めて見たかな。その時のステージの曲がまた好きで、裏で BGM を聴いて楽しんでいたんですが、プレイしたいよね。スイッチでもできるようになったから。また今のディスカバリーが完結して、さらに裏でもまた今別のシリーズが進行中なんですよね。まだ動画撮りたいものもいっぱいあるし、今その星のカービィ Wii デラックス話題でワーワーしてるから、私が実況するのはそのバーバーのお祭り騒ぎが落ち着いた時かな。なんでかっていうと、お祭り騒ぎの時ってみんなせかせかしてるかもしれないから、こう私ののんびり自分勝手なプレイを見て、もっと早くもっとスムーズにできるだろう、ここはカットしてくれっていう意見がありそうで、そうなると自分のペースが乱れちゃうんですよね。まあ気にしなくていいと思うけど、ちょっと私気になっちゃう予感がするから、要はちょっと落ち着いた感じになってからプレイしてみようかな。でもプレイしたいよね。好きな能力もあるんですよ。好きな能力でプレイできるのなら
任天堂スイッチオンラインの、その、これまでのカービィの作品でもできそうだから、まあ、やってみたいなっていう気持ちはあるっていうことをここに伝えておきます。どれから話そうかな。あ、まずこれ話そうと。私最近動画の方でもコメントをいただくことがありまして、ありがたいことにですね、でそのコメント欄に、なんだ、コメント欄は動画の星のカービィディスカバリーの動画のコメント欄にてコメントをいただきまして、ちょっとここで取り上げると、物を食べるときにいただきますって言ってるのが素敵というお褒めの言葉をいただいたんですよ。コメントをしてくれた方、この放送を聞いてるかどうかわかりませんが、ありがとうございます。このいただきますっていう言葉、素敵な言葉なので、私自身も習慣にしたい言葉ではあるんですよ。しかし、自分で自分の実況を見返してみると、実際は周りの景色とか状況とかに気を取られて、いただきますと言わずに、こう食べ物を食べてるっていうこともちょくちょくありますよ。まあそこはね、ちょっと許容範囲というか、ゲームだからあまり気にせず気ままに食べちゃっていいんじゃないっていう感じがします。まあ言えたら言いたいなってぐらいです。そんぐらいに考えてます。では次の話題いきますが、ちょっとこの話題は厄介かも。最近 YouTube で、まあ、YouTube ってよく広告流れるじゃないですか。これはよくテレビで見る広告だなとか、これはなんかまやらせな広告な感じがするみたいな、いろんな広告がありますが、まあ私その YouTube プレミアムに入ってないので広告がたくさん流れるんですよね。まあ、ちょっと鬱陶しく感じることもそりゃありますが、で最近その広告に関して、その広告が最近自分のチャンネルの再生履歴の一覧のところにも混じるようになってきてませんか？前まではなかったんですが、なんか自分で選択した覚えのない広告の動画が、しかもなかなかこうツンとくるサムネイルの広告が混じるようになってきていて、なんかなもやーんとするんですよ。そうやって不満に思うのならプレミアムに入っちゃえばいいんじゃないっていう話なのですが、結構この1ヶ月あたりのサブスクで、サブスクリプションで1500円ぐらいしかかかるんですよね。結構しますよね。まだそこまで払うほど余裕はないかも。余裕を持ちたいけどね。私だけかな、この広告が再生履歴に混じってるっていうのは、ね、まあ YouTube 自体広告で成り立ってるサービスというか、実は私たちの動画って YouTube にとっては広告を見てもらうための動画なんですよね。だから動画を見てもらうための動画を私たちは取り扱ってるっていう感じなので、まあどうしても広告が離れつくっていう時はね、プレミアムに入っていった方が快適かもしれないが、これはその一般会員の私としてはちょっと不満に思うところだなっていう話でした。仕方ないっちゃ仕方ない。あとはですね、どれ読もうかな、てかどれを読んだかわからない。ちょっと待ってくださいね。
これ読んでないな。これはちょっとな、また暗い話になりますが、もし聞いてられないっていう時になったら、チャプターで飛ばしてくださいね、次の話題に。じゃあこういうことがあったよっていうのを話させてもらいますね。まずこういうタイムリーなのですが、辛い時、もしくは辛い時で辛いことをこうやって公の雑談で話していいものなのかなっていうのを悩んでたみたいですね。最近あんなことしたいな、こんなことやってみたいななんて、いろいろな将来の理想を思い浮かべていたんですよね。で、あれをするためにはこれをして、これをするためにはあれをしなくっちゃという風に逆算をしてみたんですよ。すると、とあるポイントまで辿ったところ、逆算したところでその想像が止まるんですよね。カツッて。そのポイントについて話すと、まあ、具体的に何かとは言いませんが、そのポイントは大抵の人にそのポイントをばらすと、何をそんなことって言って、ハードルが低く、取られるというか、大抵の人は、そのポイントは、ハードルが低くって、なんなく乗り越えられることであることが多い。で、それはおそらく私も、諦めなければ、いつかは絶対に乗り越えられるハードルではあるはずなんですよ。でも怖いんですよね、そのハードル、そのポイント、ハードルを超えるのが怖い。そのポイントさえ乗り越えてしまえば、先ほど話したあんなことこんなこと、いろいろ自分のしたいことにいち早く、しかも確実に近づくことができるっていうのに、このなんかあと一歩踏み出せばあとは難なくいけるんじゃないかっていう人押しが怖くて怖くてできないでいるんですよ。まあ怖いのには個人的な話、しかも話せばうだうだと言っちゃういろんな思いがあるんですね。まあみんなあると思うけど、でしかもそのポイント、怖いと思ってるハードルのことを人に話してもそんなことかよって軽んじて見られるような感じがしそうと思ってる。相談してもないのに思ってる、そうやって。で、私はそんなこと簡単なハードルすら飛び越すのをためらうね、ためらう、あまり強いとは言えない人間なのかもしれない。そうやって言えば終わりだけど、強いところもあるはず。そこを生かして今私はこうやって雑談を話してるわけですが、暗い気持ちになるとそれまで何かをしていた気持ちが一気に失せるので、非生産的になるんですよね。ということで、この話は一旦ここまでにしておきます。暗い話失礼しました。さて、そんな暗い話をちょっと一括させるというか吹っ飛ばすようなコーナー、お菓子紹介のコーナーにちょっと移らせていただきます。このお菓子紹介のコーナーは、まあお菓子紹介をするコーナーです。まあ前提として私が食べたことのあるお菓子ですね。もしくはこう視聴者の皆さんから教えてもらったお菓子とか食べ物とかを紹介するコーナーとして変更するっていうのも一つの手ですね。これはフォームズさんのお便りの候補に入れておこうかな。私が今回紹介するのはお菓子ですね。ライオン菓子さん、ライオン菓子株式会社さんから発売されております、紫色のパッケージの消えちゃうキャンディーですね。
この消えちゃうキャンディーについて紹介させてもらうと、このお菓子は、まあ、グレープ味の、なんか、人形型の手のひらサイズのキャンディーですが、口に入れて舐めてるうちに、その紫色のキャンディーの色が、白、黄色、薄緑かなの、いずれかの色に変わるという特徴があるんですね。以前は別の色だったんですが。で、その変わった飴の色と、包み紙に書かれた占いを照らし合わせて、運勢を占おうという遊びもできちゃうキャンディーです。まあ、言い換えちゃうと、構想に、その、包み紙に書かれた占いを無視してしまうと、ただの、美味しい甘いグレープ味のキャンディーにもなる、ということ。要は、食べる人次第で楽しみ方が変わるお菓子ということですね。で、しかもこのキャンディーには、さらなる秘密がありまして、キャンディーの袋がありますよね。一袋に何個か、何十個か飴が入ってるんですが、その中に、ちょっぴりアンラッキーかどうかわかんないけど、アンラッキーなマスカット味のキャンディーと、あとは、消えちゃうキャンディー一パックに一つしかない、出たらラッキーな金箔入り、食べられる金箔入りのラッキーゴールドマンキャンディーというのも入ってるんですよ。だから、紫色のキャンディー、緑色のキャンディー、金箔の白色キャンディーの3種類のキャンディーが、包み紙1つにつき1個、どれかが入ってるんですよね。だから、運試し、くじ引き、みたいな感じなんですよ。それが魅力です。んで、その包み紙を開けてみるまでは、色が変わる普通のキャンディーなのか、ずっと緑のアンラッキーなキャンディーなのか、それともラッキー、キラキラ透明なスペシャルラッキーキャンディーなのかわからない。消えちゃうキャンディーは、この包み紙を開けるまでの、このドキドキも売りですね。特徴。しかしですね、その、ドキドキも、ぼーっと、なんとなく口に入れて、色も見ず、占いも見ず、横たわりながらなんとなく手を伸ばして、袋から出して食べてしまうっていうことをしてしまえば魅力半減なんですよね。私はこの魅力半減の食べ方をちょっとやってしまったことがあって、やってしまってる部分がありまして、先日その、やってしまってる時に、もしかすると、今食べようとしたこの包み紙の中の飴、もしかすると、ラッキーな金箔かもしれないっていうことに、はっと気づいて、状態を起こし、電気、もっと明るくして、で、包み紙の文字を見て、飴の色も確認するようにしたんですよ。で、その時に手に取って、確認、そこまでまじまじ確認せずに食べようとしていたキャンディー、包み紙から出たキャンディーが、なんとそのラッキーな金箔キャンディーだったんですね。ここでヒヤッとして、あのままダラダラ食べていたら、口の中に入れたキャンディーが、金箔入りのキャンディーとは気づかずに、口に放り込んで、ラッキーを逃してしまっていた、ことになるんですよね。こういうところに何気ないラッキーって潜んでるんですね。油断ならないなぁ。瀬戸際、ギリギリで掴み取ったラッキーの話でした。ちなみに、この金箔キャンディーが入っていた包み紙に書かれていた占いをここで紹介させてもらいます。一つ目。そのキャンディーの占いの題名が、サプライズでプレゼントをあげるならっていう題名から始まり、
紫色のキャンディー、初めから紫色のキャンディーだった時に、透明になればしっとりボディークリーム、黄色になれば心を込めて手作りパスタ、緑になればおしゃれなアクセサリー、そしてもう一種類のずっと緑のちょっとアンラッキーなキャンディーだった場合は、これはなかなかだな、サプライズでプレゼントあげるなら愛用してる自分の靴下、これで喜ぶのはほんの一部分の人だよね。その一方で、最後の種類の初めから金箔入りのキャンディーだったら、何をプレゼントしても喜んでもらえそうという素敵な言葉とともに書いてあるんですよね。だから私今何かを誰かにプレゼントしたら喜んでもらえそうです。そういう占いもできちゃうこの消えちゃうキャンディー、いかがですか？食べたくなったら私ライオン菓子さんに貢献したかもしれないっていうか、こういうことをこの雑談で紹介していいのかな、スポンサーとかなんかつけない、いいですまだ早い。では以上、菓子紹介のコーナーでした。それではちょっと長く話したところで、またまた BGM 紹介のコーナーに移ろうと思います。2曲目に紹介しますのが、1曲目に紹介した作品と同じ2011年に Wii から発売されました星のカービィ Wii より丘を越えて。聴いていただきましたのは星のカービィ Wii より丘を越えてでした。この曲は先ほどの冒険の始まりからちょっと進んだところのステージで流れる曲なのですが、軽快でかつなんか勇敢でこう足取り軽く冒険を進めるって感じの勇ましい曲ですよね。私もこの曲聴きながら歩いてます。なんかずんずん進みますよ。それでは曲紹介のコーナーでした。さて、3区切り目になりましたっけ。まだ話題が結構残ってるので今回4区切りぐらいになるかな。今回この果汁のジャム屋さんに、ありがたいことにお便りが届いておりまして、ではここらで果汁のお便りコーナーに進みたいと思います。今回、またお便りが届いておりまして、では紹介させていただきます。話題が結構中に含まれているので一通ずつですが、お便り第4号になりますかね。キウイさん、いつもお便りありがとうございます。では紹介できるとこをメモしてあるので紹介してもらいます。今回はデバイスを起動してる、起動するのが手間というか、どうやってまとめて読めばいいかなっていうのを危惧して、私メモしてるんですよね。だから一手間かかりました。その点は気にしなくて大丈夫です。個人的なことなので、では読みますね。雑談の第7回、つまりこれは YouTube 活動1周年記念放送のことですね。
この雑談第7回を、あ、これは私のことだ。雑談の第7、キミさん、雑談の第7回、雑談の第7回聞いてくださってありがとうございます。で、このことには、このことつまり言うと、私のおしゃべりに付き合ってくれてありがとうございますとも言えることなので、リスニングマスター、キウイさん、ありがとうございます。次の内容ですね。次の内容が、お便りは、どのように書くと読み手としては、読み手？つまり私の方ですね。私にとって読みやすいですか？っていう話をもらったのですが、キウイさん、問題なしん、大丈夫です。あなたのお便りめっちゃ読みやすいです。要点もわかり、上げてますよ今日。まず話ごとに箇条書きでまとめてくれてますし、あと開業で空欄を一行開けていて読みやすいし、言葉遣いも丁寧だし、さらにあと私がお便りを読みやすいように親切に書いてくれてるんですよ。ここはこういう風に読んでくださいとか、ここはこう読まないようにお願いしますとか、ちょっとここは申し訳ないのですがみたいな感じで書いてくださってるので、ありがたいです。とってもありがたいです。だから、キウイさん、書き方についてはお気になさらずに大丈夫ですよ。では次いきますね。次の内容、活動1周年&登録者数100名超え、おめでとうございます。ありがとうございます。私自身も本当に登録者さんが100人、今やそこからプラス64ですよ、64ですよ。こんなに見てもらえるとは思わなかった。なんか登録者数がもっと上の人の動画の一部ぐらい伸びてるものもあるよね。これは私の夢が実現してますよね。ちょっとすごいことなんじゃないか。なんつうか、一つの目標、ボーダーラインを突破したって感じ。これからも緩やかにマイペースに、でもやっぱ続けたいから、しっかり続けて、活動を続けて、チャンネルをワイワイゆったり盛り上げたい。盛り上げたい。盛り上げます。続く限り盛り上げますので、のんびり、のんびり、のんびり言ってください。次ですね。集まれの動物の森っていろいろできるのですね。そうなんですよ。いろいろできちゃうゲームです。すんごい自由度高いですよ。続きまして、グラフィックも綺麗ですし、任天堂スイッチを購入したらプレイしてみたいです。音楽も素敵ですね。動物の森の BGM が良かったです。遠くのトーンに合っているように思いました。というご感想をいただきました。でしょう。この、集まれ動物の森は、グラフィックはもちろん BGM とかゲームの内容とか効果音とかいろいろな部分に癒しが組み込まれているんですよね。ま、グラフィックに関しては私の動画を見てしまえばもうちょっとこう上があるんですよね。私の動画の画質が今 720p だっけ？ま、専門用語なんですが、画質の数値なのですが、もうちょっと上がありまして、目指すは 1080p と呼ばれる画質。なのですが、私のパソコンとモニターがその 1080p を表示すると、なんか画面真っ暗になるんですよね。あと、その画質で録画するには、このパソコンは追いついてませんっていう、この間の話に続きまして、私の今編集してるパソコンも割とおじいちゃんかもしれない。と言ってもまだ10年も行ってないぞ。まだ7歳くらいだぞ。そんなんでもおじいちゃんなのか？なんかガジェットってそんなに脆いの？まあ割と頑張ってるけどさ、
な買い替えなくちゃいけないだろうなんて。で話を戻してまして、でその癒し、いろいろな癒しを背景に雑談を収録したくて、あらかじめこのゲームをチョイスしておきました。だからもうあの収録部屋とかも、あの広場の前のテーブルとか飲み物とか、あの花輪とかいろいろ準備できたんですよね。でこれからももしああいうスペシャルな雑談をする機会があったら、また同じゲームのあの集まれ動物の森の別の会場も癒しの音楽があるんですよ。その会場やなんなら他のゲームも割と癒しの音楽がありまして、その会場、そのゲームも会場にしちゃうっていうこともあるかもしれません。まあ会場選びはその時の私の気分次第なので、気まぐれなので、でもできるだけ雑談を邪魔しない音楽をバックにしたいので、まあお楽しみにっていうことしか今は決められないかな。っていうかね、集まれ動物の森がこうやって雑談の特別会場としてもすんなり馴染めちゃうゲームだから、でこの自分だけの世界を作れちゃうから、キウイさんプレイしたらハマりますよ。そしてこう序盤は特に楽しいからやめ時がないこともありますが、動物の森とかっていうこの自由度の高いゲームって目的を見つけないとちょっと飽きが来やすいゲームでもあったりするので、その点に注意しつつ、スイッチを買った際はやってみてください。きっと一生の宝になるゲームかも。なんかじんわり楽しめるもの、目的がないようである、あるようでないゲームだから、目的さえ持てばいつまでも楽しめるゲームだから、私も時々起動しては楽しんでます。そしてまだ目的達成できてないもんな。集まれ動物の森もいつかは実況できればいいな。ではこのキウイさんからのお便りまだまだ続きますので、次のお話いきますね。今日の飲み物コーナーがじんわりと気になってますと言われました。このお便りなので、じゃあお便りでこの話なのですが、前回、前回というと第7回の飲み物コーナーで紹介したものが水って言った気がするから、それは覚えてるんですよ。でも他のパートでは、今回のパートで言ったように大概レモンティーとかお茶とかだったと思うんですがね。まあ聞いての通り別に大したコーナーではないんですよね。でもこのコーナーも実は私の大好きな実況者さんの真似をしてるだけなんです。主に2人いるんですが、まあその実況者さんは一人はお酒飲んだりする陽気な方、お酒とコーヒーかな主に。もう一人は実況しながらいろんなバリエーションを聞かせた飲み物をまあ飲んでますが、扱いとしては水分補給ですね。なんせその人めっちゃ体を動かす実況してるんですよ。まあ今してるこでも今も時々してるか、アスリートかな。でしかもその時に飲み物のチョイスが炭酸だったりすることがあって、私も視聴者も動いてて苦しくならないかとかゲップ出ちゃうんじゃないかって心配してるんですよね。でまあそんな飲み物大好きアクティブ実況者さんたちを真似して私も飲み物を紹介するときに、あの飲み物を飲むときにせっかくだからということで何を飲んでいるかっていうのをまあただただつぶやいてるっていうだけです。っていうかまあただ飲むよりかは紹介して飲む方が楽しいからね。楽しんでます飲み物。じゃあ早速飲み物いただきます。レモンティーです。すごい、さっきあんなにご飯食べたのにお腹空いてきた。
も雑談放送が終わったらご飯いただこうと。続きましてまだまだキウイさんのお話あります。次が税金は本当に難しいですよね。脳が言葉を受け付けない感じがしますというお便りをいただきました。そうですよね。前回の話でしたっけ、税金でいろいろ苦戦しているっていう話を挙げたの。もう今チラッと考えただけでちょっとうんざりしちゃったもん、税金がね。まあ税金はあるべくしてあるんでしょうけどね。私たちの生活を実はあちらこちらで支えてくれてる、まあいわば縁の下の力持ちと言われる存在と言える税金だと思うのですが、その税金、あるべくしてある税金がなぜ厄介に感じるのかっていうのを私なりにいくつか候補を挙げて考えてみたんですよね。この候補を今から話すので共感できる方はちょっと、共感ボタンポチポチお願いします。共感ボタンなんてのはありませんが、空想上でポチポチ連打をお願いします。では1つ目、これは二重丸つけてますね。結構共感できそうなポイント高め。税金が具体的にどこでどのくらいの税金の金額がどのように使われているのかがわからない、だから税金が厄介に感じるっていうのはどうですか。なかなかこれはそれは思うっていうことはあると思いますが、じゃあ続いていきますね。2つ目、これは普通の丸だな。時々税率が上がっていろいろなものの物価を上昇させることがある。これはですね、もう10年前でしたっけ、は 5% だった。で7、8年前ぐらいから税率が5から8ぐらいに引き上がって、重りこうややこしいなって思ったのが、自販機の飲み物がこうきっかりぽっきり100円の飲み物が110とか120とかの、ちょっと100円プラス小銭が1枚2枚いるやつとか、あと150円のペットボトルが160とかっていう微妙な値段になったのとか、ややこしかったなぁ。あと値段を150でキープするために飲み物側の方が 500ml から460とかに減ったりして、悲しい。もやーんとするな。では3つ目、日用品や生活用品だけでなく、車税、車の税とか家賃、光熱費、土地代などなど、ありとあらゆるものに税金がかかっていて鬱陶しく感じてしまう。皆さんも思ったことはないですか？鬱陶しく思ったこと日々ありますよ。私はなんでこんなプラスで取られるんだっていう気持ちでいます。まあね、車税、車、ただでさえこうガソリンとかでお金減ってるのに、車を持ってるだけでお金取られるっていうのは なんか納得いかないんだよね。ただでさえこう車さ、整備する必要があるじゃない。タイヤがパンクすれば タイヤを交換しなくちゃいけないし、塗装が剥げたら塗装を塗り直さなくちゃいけないし、ちょっと汚れたらこう磨いたり、エンジンの不良とかもエンジンの交換点検とかいろいろあるじゃないですか。それなのに車持ってるだけで税が必要ですよっていうのはなんで？あれかな、道路を走るあなたは道路を走る税払ってくださいねってこと？なんでやねん。こう車持ちたくなる欲高める原因の一つにもなってますよね、これ。納得いかねえこれ。うぐ、これも二重丸にすべきだな。よし、じゃあ4つ目かな。4つ目が軽減税率というものありますよね。この軽減税率がありがた迷惑、8% なのか 10% なのか微妙な線引きありますよね。
今私が把握しているのが、日用品はお店で買う分には 8% で、そんな他雑貨とか製品とかはもう基本税率 10% なのですが、日用品、飲食物も基本 8% なのですが、外食で食べる飲食物は 10%。でも、テイクアウトすると 8%。でも、その 8% の商品をお店で食べるとなると 10% になるというか、もう、どうせなら、高い方でいいから 10% で決めてくれと、揃えてくれと言いたい。しかも、108円って微妙だし、110円で綺麗にしたい。1円玉をあまり増やしたくない。お財布パンパンにしたくないっていう気持ちがあります。そして最後に、これは二重丸してますね。前回も話したのですが、もう、私も一度経験があります。確定申告。確定申告がスーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルめんどくせーんですよ。私も最近までやってたあの母の確定申告を横目で見てたらもう頭が痛かったし、もうあのフォローしようのない悩みをつらつらと聞かされて辛い。それを将来私もしなくちゃいけないと思うとなおさら辛い。なんでこんな申告せんといかんといかんのかっていうのを思っちゃうぐらい、確定申告って、まあ、この確定申告もあるべくしてあるんだろうけど、もっとパパッとできんかね、チェックして、金額入力して、ちょちょいのちょいってできればいいのに。もうちょっと簡単にシステムを設定すべき。ここまで話したように税っていうのはね、税金っていうのはありがたい存在でありながら、その一方で私たちの生活を厄介にさせている存在でもあるんですよね。まあだからって税金なしだとちょっと困るっていうか、多分道路とかあと公務員の方々の支えができないとか、あと被害があったところの復興の金額とかいろいろなものが支えられなくなっちゃうから、それは困るから、税金 なしでなくてもいいから税金ややこしくねえぞであってほしい。その程度であってほしい。今のままの税金だとちょっとややこしいから、ややこしくねえぞぐらいだってほしい。切に願ってます。あ、これキウイさんのお便りの途中だったんだ。私的なお話の方に舵を取ってしまいすいませんでした。では、まだまだ続くキウイさんのお便り読ませさせていただきます。続きまして、時々果汁ジャムさんの YouTube ホーム画像、まあこれはあのヘッダーのことですね、が時々更新されてますね。小さな芽は成長してます、気のせいですかっていう話なのですが、次いきますね。次がお姉さまの検査結果、これは前々回と前回、雑談第6回と第7回で話したあの私の姉の検査、病院でのいろいろな検査の話なのですが、この検査結果が大事に至らずでよかったですねと、安心してくれました。キウイさんありがとうございます。まあね、原因不明なのは気持ち悪いですがということで、でキウイさんから経験談をいただきまして、以前このキウイさんのお母さん、キウイさんの母が50代ぐらいの頃、吐血、血便などで入院をしました。原因なのかな、これはストレスによる胃潰瘍でした。胃潰瘍っていうのは胃に、まあ穴ができたりこう腫れ物ができたりして血がうわーって出ちゃうってことか。
で、この胃潰瘍が10年以上前の話ですが、以降大きな病気もせず今も元気に生きていますということで、はあ、そのお母さん、キウイさんのお母さん、よう乗り越えましたね。胃潰瘍とかの病気ってかかってしまうとさ、あの、私の姉がつい最近そうだったから、これちょっとまずいんじゃないかって、体に大きな異変があるんじゃないかっていう、良くない異変、これちょっとまずいかも感が出てヒヤッとしますよね、傍らで見てて。多分自分がそういう大きな症状になるよりも、自分が大きな症状になったことにより、周りの人たちが異様に自分になんか心配の目を向けるというか、過剰になる、過敏になるっていうのが一番辛いと思う。きっとキウイさんのお母さんもそうだったんじゃないかな。まあね、体から意図せず出血するっていうのはただことではないからな。で、キウイさんのお母さんのその経験談を参考にしてみると、私の、あの姉のあの出血も、もしかしたらストレスによるものなんじゃないのかなとは思うんですよ。でも病院で検査を受けて体に異常がないってどういうこと？それじゃああの出血ってどういうことってなりますよね。一体どういうことあればって、なんか怖い。ストレスが原因だって分かったとしても、それはそれで嫌だな。まあ審査できなかった隠れた病気とかじゃないといいなぁと思います。ちょっと悩みどころですね。キウイさん、キウイさんのお便りの話は以上なのです。ここまでたくさん、貴重なお話をご提供してくださってありがとうございました。以上、キウイさんのお便りでした。さらに今回、別の方からお便りがもう一通届いておりまして、そちらの方も紹介させてもらいます。こちらは第5号お便り、第5号匿名さん、女性の方になります。果汁さん、じゃあ果汁ジャムさん、はじめましてカービィが好きな2歳の息子が YouTube の操作を覚えてから、いつの間にか一人でもう一回いきますよね。重要なことなので2回言いますね。カービィが好きな2歳の息子が YouTube の操作を覚えてから、いつの間にか一人で果汁ジャムさんのディスカバリー実況を見ていて、それでこの匿名さんの方初めて知ったみたいですね。2歳で YouTube の操作をできちゃったの？すごくないか？YouTube、その動画検索するのですら、こう漢字、英語、専門用語とかいっぱい使うのに。お便り続けますね。私のこの匿名さんの方、匿名さんも元々実況動画が好きなのですが、まさか2歳の息子が一人で開拓するとは。切り開けましたね。私もこのお便り読んでびっくりしましたよ。2歳にしてそこまでの才能って発揮できるもんなんですかね。未知ですよ、未知。未知の世界をディスカバリーですよ、まさしく。そのお子さん、将来天才になるわ。これは間違いないな。あ、もうちょっとお便り続きます。果汁ジャムさんの優しい性格が伝わってくるトークと、青森なまりですよね、が癖になり、いつも息子と一緒に見るようになりました。これからも応援しています、というお便りをいただきました。匿名さん、応援ありがとうございます。まあね、あの、いろいろ応援してくださって、ちょっとそれがプレッシャーになったりもするけど、程よいプレッシャーになるように、でもなんかプレッシャーにしないっていうのも、それはそれでもったいないから、程よくプレッシャーにしつつ、気回りのんびりやっていきます。これからもよろしくお願いします。そして思ったこと、なんか私のカービィ実況って小さいお子さんによく
好まれて見られるというか、見てもらってることが多いんな。なんでだろう。まあ他にも、違う。このカービィ実況、ディスカバリーはめちゃめちゃ有名で、いつも素敵な作品だから、いろんな実況者さんの方が実況してるんですよ。私の好きな実況者さん、あの人、この人、みんなやってる。それぞれのスタイルでやってる。そんなあまたの実況動画がある中で私の動画を選んでくれたのはなぜなのか。そこはきっとこの匿名さんも知らない、2歳の息子さんのみぞ知る真実。気になりますが、まあ詳しいことは知らないでおいた方が幸せかも。意外とこう何気ない理由なのかもしれないですけどね。あと最後に、私青森時代に行ったことがありません青森には行きたいけどね。そっか、私青森なまりなの？青森なまりをたくさん聞いてしまってる。このなまりに関しては私親譲りなのですが、自分で喋っててあまりなまりが気にならないんですよね。今のこの話とかも割となまってます？だとすると嬉し恥ずかしいな感じ。以上、匿名さんからのお便りでした。匿名さん、キウイさん、お便りありがとうございました。こんな感じで私届いたお便りを、一読させてもらいますので、これを聞いてくださった皆さんも、てかここまで聞いてくださった皆さんも、何か喋りたいな、こういうことがあったなとか、テーマに沿ったお話があれば、雑談の概要欄のところにあります、まあ、あの人たちと同じスタイルなのですが、お便りはこちらっていうところのリンクをクリック&タップしていただければ、入力フォームの方に飛べますので、そちらに、最低限必要な項目がお便りの種類と本文、他はまあ記入できればって感じなので、そこに記入して送っていただければ私の方に届きますので、お便りの方お待ちしております。以上、果汁のお便りのコーナーでした。さて、それではここまで聞いてくださった皆さんに最後の曲紹介のコーナー紹介させてもらいます。私が最後に紹介する、つまり3曲目に紹介するのが、まあ1曲目2曲目と同じゲーム、2011年に Wii で発売されました星のカービィ Wii より晴れ時々オアシス。聞いていただきましたのは、星のカービィ Wii より晴れ時々オアシスでしたが、この曲名これで合ってるかな、ちょっと不確かなんですけど、とにかくこの曲、なんか1曲目2曲目の曲と比べるとちょっとずんだかずったって感じで、お散歩寄りのテンポですよね。この曲も好きなんですよね。また本編をプレイした際にはこの音楽に乗りながらカービィちゃんでのんびりお散歩したいと思います。それではこれで本当に、今回の雑談の曲紹介のコーナーを終了とさせていただきます。ありがとうございました。
さあ、いつもの BGM が流れてると思いますが、いつものっていうか、まだ8回だけどね。最後に、すごいな、12ページあったものをこんなに喋り切ったな。こんな頑張れるの？すご。よし。では最後に、四つ豆のコーナー。この四つ豆のコーナーは、私が、ハッピーだな、ラッキーだな、ウッキーだな、ウッキーというのは、まあ、ちょっと興奮した？ドキドキしたとか、そういう、生きてる実感を与えてくれたという、生きてる実感を与えてくれたという経験をしたことを、自慢げに話すコーナーとなっております。自慢なので、なんだとっていう思いをした方は、お便りに、ぜひ、あなたの四つ豆をお聞かせください。募集しておりますよ。それでは、四つ豆だけに四つの、豆を見つけたので、紹介させていただきます。一つ、つむつむで、コイン倍率5倍出ました。その時に、得たコインの枚数、46,450 コインゲット。ラッキー。さらに、その前日には、珍しいコイン倍率21倍が出ました。これはつむつむやった人ならわかるんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ珍しいですよ。で、その、コイン倍率21倍で手に入れた、コインの枚数が 193,431 コイン。プレミアムボックス6回分ゲットですね。すご。この21倍は前回の21倍から数えてたんですよ。今回のプレイの回数が 19,97 回ぐらいだったっけ。だから 3,371 回ぶりってメモしてあります。それほど出づらいってことです。こんなにプレイしてるけど、コイン倍率21倍は珍しい。すごいラッキーがあったもんだね。では、三つ目。コンビニでお買い物をしたら、お会計の金額がぴったり700円でした。この、下3桁までぴったり00、違う、下2桁か、がぴったり00になって、こう、100円、500円だけ払えばいいっていう状況が出るのって珍しいですよね。基本はこう、それでも、10分の1のあの、何千何百十円、何千何百五十円、何千何百八十円みたいな感じで、1円玉、5円玉を使わないお会計ですらちょっとラッキーに感じるのに、この、700円ぴったりっていうのはちょっと嬉しいよね。で、しかも、意図せず、つまり計算せずに適当に手に持った商品をレジに持って行ってこの700がバッて出たので、おうってなって店員さんにぴったりですねって言ったら、店員さんがおうっていうような感じでちょっとなんかおどおどしてました。そこで私がもし気さくな店員さんだったら、あの手にグッドサインしてやったねって感じでするかもしれないけど、それやれたら勇者だな。そんなんやったら絶対嬉しいもん。あ、でもどうかな、急いでる人に変にグッドサインすると嫌な気持ちになるっていう場合もあるようです。あと落ち込んでる人に変に明るく接するとちょっとあの魚でされることも、魚でしちゃうこともあるらしいから、なんとも言えないけど、まあ700円ぴったりで嬉しかったっていうことです。四つ目。これはお散歩中のラッキーだったんですが、前回でおそらく四つ豆で話したと思うんですけど、まあ、私よくお散歩するんですよね。で、この間と同じルートの踏切、遮断機がある踏切を渡ろうとしたら、今度は、その渡る100メーターぐらい手前で遮断機が鳴って、まあ、電車が来るっていうことでしばらく待つことになったんですよね。さらに、その遮断機、じゃない、踏切、行きも帰りも通ったんですが、行きも帰りもその遮断機に止められちゃいました。ま、その、遮断機、踏切渡ってる途中に遮断機が鳴ってビクッとはならなかった
時点でもうラッキーなのですが、もう一つこの点に関して私がラッキーだと思うことは、その電車が通過するのを待ってる時間帯でちょっとだけのお散歩アプリのピクミンブルームをチェックできるっていうのがもうラッキーですね。これがあるからラッキーに感じちゃいました。まあすんなりいけた方がねスムーズで気にならないかもしれないけど、こうやってちょっと足止めを食らった時になんかラッキーって思えるのって素敵だなと思って、こうやって四つ豆の紹介で、自慢させてもらいました。どうだ、私はこうやって過ごしてる感じ、こんな感じ、こんな感じのお人なのでよろしくお願いします。以上、やつ豆のコーナーでした。12ページあったメモの内容をすべて話し終えました。今何時間経ってますか？2時間ぐらいある？私実は最近、ハウスダストにやられてまして、というのも、お部屋の大掃除したんですよ。ゆえに、マスク越しに、花粉じゃない。お家のホコリとかが、いっぱい鼻に入ったのかな？鼻水が止まらんで、もう辛い。鼻水から塩分、水分抜けていって、シオシオになっていく。あと、そのせいか、目がシパシパ。あと、お散歩するせいか、目に花粉が入るのかな？でも、目がシパシパするのはそのせいじゃないと思う。ハウスダストでいっぱい鼻かんだせいだと思う。とかく辛かったんですよ。あとは2時間喋り続けて、今なんか歯茎の上がちょっと痛いです。ヒリヒリします。2時間喋るって割とみんなしてることだと思うんだけど、喋り慣れてないがゆえかな。それとも今私、口の中に口内炎が2箇所あるからなのかな。ボロボロじゃん、もう。皆さんも、この季節の変わり目、体調を気をつけてくださいね。コロナが、その移動の時期で増えますし、花粉はわっさわっさ飛んでますし、片付けしたらハウスダストで埃吸い込んじゃって、花粉以上に鼻水出ちゃうっていう場合もあると思います。無理せず、ゆっくり確実に、将来に向かって私も頑張りますので、皆さんも進んでいきましょう。それではここまで長々とご清聴いただきましてありがとうございました。これにて、果汁のジャム屋さん第8回の放送を以上とさせていただきます。それではまた次回もご清聴くださると嬉しいです。それでは失礼します。あ、じゃなかった。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。だったっけ？じゃあいいや。失礼しまーす。この番組は果汁ジャムの製造でお送りしました。